アメリカ南北戦争で活動した守保証人守保証人、または従軍商人は軍事組織に食料や装備などを販売する商人である。軍が自前の兵団組織を持たなかった時代には軍の兵団を受け負っていた。守保証人は連隊長と契約を交わし、連隊の兵士たちに食料や武器から突破娼婦などの娯楽を供給していた。また、 略奪品の買い取りなども言っていた。中世における活動形態は連帯ごとに専属の守保証人がついてきて軍隊の行軍とともに移動するというものであった。人数は付属する連帯と同等かそれ以上の大女隊になり、炊事選択から売春府まで体制の女性も連れていた。軍隊が近代化された第一次世界大戦の頃には軍事物資は 軍の市長部隊が受け持つようになったが、思考品や慰安施設などは民間業者に受け負わせていた。現代においても、兵站、整備、物流などを受け負う民間軍事会社が中世の守護証人のように活動している。古代ギリシアにおいては、戦争時に奴隷を含む、戦利品を買い取る商人や、食料を提供する商人が随伴した。スパルタには公認の戦利品売りがおり、 競売者は戦利品を兵士や随伴の商人に売った。アテナイはペロポネソス戦争のシチリア遠征で食料を調達する際、現地の住民の市場で買う他に随伴の商人からも買い、戦利品は対外攻易用の市場であるエンポリウムに送った。また、キュロスが遠征を行った際にはアナトリアのコウリニンやリュディア人による移動食料市場があった。 中立地や敵地では市場が常に利用できるとは限らず特に糧食の補給が重要となった。フランス軍連隊に従軍した女性守護商人はビバンディエールという。ビバンディエールはフランスだけでなくアメリカ南北戦争の時にも存在した。野戦守護規定により軍の認可する受け負い商人に守護の経営を委託していた。この当時の守護商人は 思考品の販売の経営なども言っていた。三国時代、義の芝居は、職との戦争中、長安で軍師を開き、軍師公という管理職を置き、呉の藩将も戦争中には、軍師を開いていた。呉では、永安二年に兵士が長江に船を浮かべて商業に従事することを警告した御事のリも出されている。ありがとうございます。